はい、本日はですね、前回少しお話ししました四国の88箇所巡礼についてお話ししたいのですが、皆さんの代わりにですね、行ってまいりました。四国まで行って回るととても時間がかかりますので、私はね、高畑不動産ってね、不動尊ね、高畑不動尊というところにある、山内88箇所、ね、礼拝かな、ね、巡拝かなに行ってきました。これもこれでかなり何時間もかかるんですよ。そして皆様にね、今お伝えしたいのは、今年うるう年の時は3倍のご利益、ね、ご利益がもらえるということで、逆打ち、逆打ちというのはね、本来なら1番から回るところ88番から回るという方法ですね、これをやってまいりました。またこの始まりについて今日はお話ししたいと思います。この始まりはですね、天長元年、824年ですね、伊予の国、まあ、現在の愛媛県、こちらにですね、まあ、強欲で有名なね、これはね、右衛門三郎というね、庄屋さんが住んでいたんですよ。ある日、その右衛門三郎のところに、まあね、見た目はみすぼらしい高圧層がやってきました。右衛門三郎はね、その見た目からも、竹ぼうきでね、追っ払ってしまったんですね、まあ、追い払ってしまった。そうしたらですね、翌日から子供たちに異変が起こり、わずか8日間で8人の子供が全員亡くなってしまったんですよね。悲しみにね暮れる右衛門三郎は、あの時の托鉢僧は弘法大師であったということに気づいて、許しを請うために88箇所を巡拝していく、ね、そしてね、弘法大師の後を追うことにね決めて、お遍路を始めました。ところがね、20回巡っても一向に弘法大師に会うことはできない。なぜならばね、弘法大師様も、今でも修行していると考えられて、同じ方向に進むとね、なかなか会うことに、ね、なかなか会うことができないと、ということに気づいたんですね。そして21回目に逆に回れば会えるのではと思い、で、ね、逆に回り始めます。これが逆打ちですね。ただですね、まあね、永年の苦労もあり、第12番、ね、12番で倒れてしまってね、意識が遠のく中、しかしついに弘法大師が現れ、右衛門三郎は心から、ね、お詫びをして心安らかに成仏したという、ね、お話があります。ここから始まったと言われてますね。逆巡りを始めた年がうるう年だったという説や、弘法大師に再会したのがうるう年だったということもあり、ね、ご利益が通常の、まあ、ご利益が通常の3倍もらえると言われている、この逆打ち、皆さんもよかったらやってみてくださいね。それでは皆様方が開運に導かれますように、開運鑑定士トムでした。